とってもいい質問だと思いますがね、皆さんですね、私が逮捕される直前に何があったのかも思い出してください。大阪地検で三井玉城という検事が捕まりましたね。三井玉城、検察官が検察官を捕まえたんですよ。なぜ捕まったかというと、三井さんは占い問題を明らかにしようとしたんですよ。占い問題を明らかにされたら検察困るわけです。いいですか。そこでその検察の不祥事を消すために、さっき言った胸を外してうちの秘書が捕まっちゃうんです。4月の30日、三井玉木が捕まったのは4月の13日ぐらいですか。今三井さんも私のよく来てですね、いろんな打ち合わせしながら、やっぱり検察は消したんでしょうって一致してるんですけども、これも冷静に考えてください。私の胸をかわして私を捕まえようと思った時、まず私の秘書を先に捕まえた。ところがその10日ちょっと前に大阪地検で検察の不祥事があって、検察が検察官を捕まえるんです。そのやっぱり検察の負の部分を消すために、政治家に目を向けられれば国民の目線はそっち行っちゃう。それが一つありましたね。小沢さんの場合は官僚政治だからです。小沢さんは田中ロッキード事件、金丸脱税事件を見てきたような人です。検察に対する思いがあります。官僚政治だからと検察も官僚ですから、小沢さんにこのまま力を持ってこのまま今の政権で行かれると、我々の組織もおかしくなるかもしれんぞという危機感を持っているのがいますね。そうなるとやっぱり早いうちに小沢を潰せという、検察の中にも青年将校的な検察官がいるということですと考えています。その連中が仕掛けてきたと思っています。ちなみに小沢さんの事件をやったこの西松事件の担当検事は谷川といって、私を山林事件で取り調べた検事です。同じく担当の吉田正樹という検事は山林事件裁判の公判検事です。私をやったコンビで小沢さんをやってますね。これも巡り合わせとはいえですね、何か大きな私はこの検察側の動きというか意図を感じますね。これやっぱりその時の時代背景、それともう一つ、田中角栄さんが捕まる時、時の総理は三木武夫でした。三木武夫は皆さん、あの偽電話事件というのは覚えてますか。あの検事総長の名前を書いてあった、その偽電話に三木さんは答えてるんですよ。偽電話を受けて閣下、田中を逮捕してよろしゅうございますかと聞かれる。三木さんは不正君できるかねって言ってるんですよ。だからその偽不正は閣下のご裁断があればってこう言うんですよ。その時三木は不正君任せるよと答えてますよ。三木にしてが田中を排除すれば自分の政権は長持ちするという浅はかな知恵だったと思います。これも一つの権力闘争です。同時に私の時も小泉政権できました。あの頃小泉さんは抵抗勢力という言葉を使いました。一に鈴木、二にの中、三に駒誠ですよ。時には一にの中、二に鈴木、三に駒誠、このビッグスリーは変わらないんです。ただその中で野中さんは国分いないんです。あの当時私は30人40人は仲間を持っておったんです。鈴木を弾けば野中はアウトだ、野中弾けば駒の力もなくなる、そう考えたというのがいますね。それが福田康夫ですよ、官房長官です。ただ福田は官房長官の記者コンテなんで、いわゆる